これは東方プロジェクトの二次創作です。独自のキャラ設定、オリジナルキャラ、暴力的シーンや表現などが含まれている可能性があります。それでも良ければ、どうぞゆっくりしていってね。ニトリ、太陽星はまだ目が覚めないのか。ああ、防御力は君たちと違ってないに等しいからな。霊夢が暴れたってのは。何、どういうことだそれは。ふむ、まずはお互いに色々話す必要があるな。気になることもいくつかあるし。ミマ、君の空間魔法で全員連れてきてくれないか。時空魔法だ、先に小悪魔を連れてくる、少し待ってろ。ニトリ、気になることってのは、レミリアのことか。それも一つだ、モコウ、なぜレミリアと奥空は蘇生されていない、特に意識はしてなかっただけか。いや、意識はしてたさ、それでも蘇生されないってことはだ。魂が自由に動ける状況にないってことか。そういうことだ。おい、そこのお前。あん、あ、誰だあいつは。うお、なんだあの鳥は。表に出てきたってことは、もう隠す気はないってことだろ。こっちに来て説明したらどうだ。そいつはセイレインというミスティアに宿る幻獣だ。今情報を送ってやるよ。参りましたね、簡単に気づかれるとは。なるほど、こっちもこっちで面倒な問題か。待たせたね、悪いが急いで入ってくれるか。どうした、何を急いでる。ここじゃまずいんだ、面倒事を避けたいなら急げ。行きましょうか。うん。何、アリスが魔界に連れてかれただと。ああ、異変は間違いなく起こるだろうな。しかし、なんでまた。悪魔が魂を奪うために存在してることは知ってるだろ。その期間が過ぎたってだけの話だ。それと原初の神とやらを復活させたいらしい。原初の神の正体はわからんが、神器より前の神だと思われる。力は不明、その手伝いのためにアリスは戻された。それで、君の考えとしては、今後どう動くと予想している。そうだな。長くても半年、早くて1ヶ月後くらいかな、アリスと共に戦争を起こすだろうと考えている。アリスは、本当に裏切っちゃったの。違う、裏切ったふりをしているだけだ。しかし逆らうことはできないだろうな。どうしてよ、みんなの強さは知ってるでしょ。仮にも海の親だ、アリスに対しては優しいしな、悪魔としての使命を全うしてるだけだ。アリスとしては辛い立場だろうな、天秤がどう傾いているのか。どちらも傷つけたくないのが本音だろう、だが唯一助かる道が一つだけある。それは、アリスが神器を説得すること、可能性としては低いかもしれないが、話がわからないやつでもない。たとえ敵対したとしても、アリスを傷つけるようなこともしないだろう。アリスが最終的にどっちと戦うのかだが、もし魔界側につき、こちら側と戦うことになった場合、正直かなり苦戦を強いられる。見たところ、マリサやサチュリーが大幅にパワーアップしてるみたいだが、アリスも力が強化されたのか。ああ、幻獣カルコブリーナを宿し、能力を進化させた。一応マリサとパチュリーも進化している。マジかお前ら、短期間で成長しすぎだろ。小悪魔は能力の進化までとはいかないが、悪魔としての力を本領発揮させる段階まで来てる。あと数日もあれば完成するだろう。え、なに、そんなメンバーが揃ってるのに苦戦しそうなの。だってもこうの力でみんな復活もできるのよ。総合的な厄介さで言えば、この中でアリスが一番強い、術を具現化させたような力だ。強制的な力ゆえに、こちらの意志は無関係だ。そして、過去のトラウマからか、瞬時に力の差を感じ取ったのかはわからないが、あのアリスが怯えていた。アリスは強く優秀ではあるが、やはり絶対的に服従せねばならないものは存在する。ユネコというメイドの存在、そいつは神器の右腕的立場にある。強さはもちろんだが、能力が非常に危険な力だ。どんな力なんだ？実際に見たことはない、噂程度の話だが。奴は、魔界の目を操る力を持っているらしい。何よ、魔界の目って。魔界の目とは、あらゆる力を見通す力、あの悟り妖怪の上位互換だと思ってくれればいい。心を読むだけじゃない、意志の把握、肉体と魂を硬直させる。硬直？硬直とは違うのか。あ、私なんとなく覚えてますよ。確か、その目を見た者は石になるとか、魔界周辺に悪魔の石像がありましたけど、やっぱり噂は本当だったんですね。ちょっと、それって石化状態じゃない。あれは旧魔法でしか存在しない状態以上でしょ。そうだ、今の時代の白魔法では解除できない。魔界の魔法は古きより強力で厄介なんだ。古い時代か、ならば一人だけ心当たりがある。何？一体誰だ？名前はヤシトラ、かつて王に仕えてた魔導士の一人だ。え、ヤシトラさん、なんであなたがあの人のこと知ってるのよ。なんだ、パチュリーの知り合いなのか？私に魔法を教えてくれた恩師よ。今はどこで何をしているのか。私が知ってるのは当然だろ。私をレミリアとフランに分裂させたのが、ヤシトラと犬王、そしてその他の魔導士たちなんだからな。見つけたらぶっ飛ばしてやる。なんですって。まあ最後のは冗談だ。なんであれあいつが優秀なのは確かだ。レミリアに忠実ではあるし、味方につけば今後楽になる。どうにかして見つけ出す方法を探そう。レミフラ様が冗談を、これは貴重だわ。待て、そいつも君を恨んだりはしてないだろうな。これ以上敵を増やされたら困るぞ。言っただろ、レミリアに忠実だ。分裂した私に従えてたんだ。確か人を探してると言ったっきりだったか。敵化の解除法を知らなかったらどうする。そこは小鈴に任せるのがいいだろう。そのパソコンはみんなに繋がってるのか。
はい、聞こえてますよケイネさん。おそらく相当古い魔導書になると思いますが、私ならなんとか読めるので、コウマ館からも集めてくだされば。だそうだ、その辺はパチュリーと協力してやれば。私白魔法は無理よ、本当に無理なの。どんだけトラウマ抱えてんだよ。だったらソフィアだな。今あいつは力はないが素質は確かだ。ルカも蘇生させちまえばなんとかいけるだろ。なるほど。コスズ、ソフィアと代わってくれるか。万が一魔法が使えなくても、その娘であるミネならいける。あの子の素質も理解してるつもりだ。あ、実はですね、いつからいないのかわからないのですが、ずっと見当たらないんですよね。一度連絡してみたんですが。なんだと、ちゃんと探したのか。待て、今探してみる。本当だ、反応がないってことは、壊れたか、あるいは遥か遠い空間にいる可能性が高い。あの野郎、必要な時に勝手にいなくなりやがって。君も人のこと言えんだろ。あ、なんだ、どうした?王が私を呼んでいるそうなんです。行ってきても大丈夫ですか?なんだ、テレパシーか。今さら君に何の用がある?それは、私にもわかりませんが。私が止める理由はないが、大丈夫なのか?はい、それと。かぐやも一緒に来てほしいって、いいかな?わかったわ。確か今だったわね。月までの空間を生成できるかしら。わかった。白霊霊夢が猫としての力を失った。さらにはニトリとケイネという弱者しか周りにいない状況でも NO が動かなかったな。一体どこのタイミングで狙うつもりなんだ。お前はどう考えている？あいつは用心深い。だが必ず動く。一瞬たりとも油断はせんぞ。やはり私は反対です。いかなる理由があろうとも、ミネを危険な戦いに巻き込みたくはありません。しかし、これは私の個人的な願いに過ぎません。これまでミネは、戦える時は自ら戦い、多くの者の助けとなりました。少し早い気もしますが、あなた自身で考え、自分で決めなさい。私が決めていいの?今まであなたの意見を聞き入れることをしてこなかったですしね。どうしたいのか、あなたが全て決めなさい。ただし、ちゃんと大人の人に相談した上で決めなさい。その選択の中から、自分がいいと思った道を選ぶ。わかりましたか?うん、ありがとうママ。よく言ったぞ、女神ソフィア。その一歩は非常に大きい。さあ、ミネルヴァよ、答えを聞かせてくれないか。会いたくなったら戻るというのはダメなんですか?どのくらいここにいなきゃいけないのでしょうか?それはお前の頑張り次第だ。今のお前には潜在能力が多く隠されている。それを全て引き出せば自由にしてやる。それじゃあ、途中で会いたくなっても会えないんですね。それも頑張り次第だ。成長が早いとわかれば、下界に降りることを許可しよう。本当ですか?それじゃあお願いします。本当にいいんですか?何年かかるかわからないんですよ。頑張ったら降りていいって言ってくれてるから大丈夫だよ。それにアリスさんと修行したことあるけど、すごく楽しかったもん。きっと時間なんてあっという間だよ。アリスさんは優しいからよかったものの、ここは深海ですよ。どんな厳しく恐ろしい修行か。否定はしない。だが疲労の辛さより、神々の知識を理解する方が辛いだろうな。心配するな。泣かせるようなことはしない。それじゃあお願いします、アテナさん。それではこちらへどうぞ。ママ、本当はすごく寂しいよ。ずっと、会いたくて会いたくて仕方がなかった。だけど、いろんな人が私を支えてくれた。だから、ミネもみんなの力になりたいの。ミネ、ずっと我慢していたんですね。それなのに私は。いいの。私はママのそばにいたかったし、ママと一緒に過ごすことが幸せ。だから、早く会えるように、私、頑張るから。あなた、そこまで強い心を。こんなに嬉しいことはありませんよ。ミネ、自分のやりたいことを精一杯頑張りなさい。あなたならどんな苦難でも乗り越えられる。とことん強くなって、成長した姿を見せてください。私の自慢の娘です。信じて待ってますよ。ママも私の自慢のママだよ。それじゃあまたね、ママ。行ってらっしゃい、ミネ。アテナさん泣いてるんですか?私こういうのダメなんだ。無理やり引き裂いたみたいでごめん。いえ。まああれだ、時期を見て教えてやろうと思ったが、こうなった以上、お前も戦う理由が欲しいだろ。ミネがそばにいない以上、戦わない理由はないですが、確かにこれからどうするべきか、わからないですね。それに神としての力も失ってます。これから頑張ったとして、皆さんの力になれるかどうか。ふむ、そうだな、やはりこのまま地上に戻すのはあれだな。お前、プライドを捨てる自信はあるか?プライドですか?いえ、まあ、そうか。実はな、遥か昔から、私がずっと仕えてる女性がいるんだ。お前にもしその気があるならば、その人に教えてもらえ。アテナさんが仕えてる方ですか?どんな人なんでしょうか?ふふふ、その人はゼウス様に拾われてな、その美貌ゆえに、唯一気に入られた人間なんだ。ゼウス様に気に入られるほどですか?そんな人間が、お前、人間の時の記憶は覚えているのか?はい、一応すべて思い出してます。ふふふ、そうかそうか、それじゃあ今すぐ決めろ。今すぐですか?他の者に存在を知られては困るからな。プライドを捨ててその人に教わるか、地上に戻って自分で修行するかだ。二度とないチャンスだと思え。
そのプライドを捨てるという意味がわからないのですが、何か恥ずかしめるようなことなのでしょうか。さっさと決めてくれ、時間がない。わかりました、それじゃあお願いします。おお、言ったな、実はもう向かわせるって言ってあるんだ。もう取り消せないからな、今すぐ転送する。何ですかそのモヤモヤする感じは、どういう人なのか教えてくださいよ。その人はな、お前のお姉さんだ。はぁ？待ってください、やっぱやめま。ふふふふ、とりあえずこれで願いは叶えてあげられたかな。あとはどういう反応するかだ。あの方は非常に賢く、とても優秀な方だ。姉妹揃って神に選ばれるとはな。さて、早速始めるか。あの子には私を超えてもらわねばならん。そして、全知全能を解放せよ。ただいま帰りました、神器様。あら、アリスちゃん、お帰りなさい。すごく成長したわね。とても嬉しいわ。話はゆめこちゃんから聞いてるかしら。はい、より強力で、太陽の魂が必要だとか。その通りよ。だけど優秀なアリスちゃんが、一体も魂を集めてこなかったのはどうして？申し訳ございません。意外にも地上のものの中にも強者が多く、私でも簡単にとはいきませんでした。あらそう、アリスちゃんでも苦戦するほどか。それは仕方がないわね。ですが神器様、裏切り者のミマと、その仲間を殺してきました。その他の仲間が知れば、アリスちゃんを恨み、悪が芽生える可能性が高いかと。さすがアリスちゃんね、失敗してもタダでは帰らない。常に次に繋げているわ。それじゃあそうね、あとどのくらい時間があれば集められるかしら。力の量を教えていただければ、大体の期間は決められるかと。それもそうね、これで1万分の1くらいよ。ちょっと、アリスちゃん。あら、ちょっと強すぎたかしら。ごめんね。大丈夫です。しかし神器様。これだけの力を集めるとなると、私一人では時間がかかります。ゆめこと協力して集める形でもよろしいですか。そうね、アリスちゃん一人にだけ負担があるのもかわいそうだし、すべてアリスちゃんの判断に任せるわ。あ、ありがとうございます。そうだ、いいこと考えたわ。あなたに部下を与えましょう。地上の敵は厄介なんでしょ。だったらそうね、4体くらいでいいかしら。と、申しますと、ふふふ、わかってるくせに。せっかく貯めた魂を、少し削ることになっちゃうけど、まあ仕方がないわ。やっぱり魔獣型がいいわね。言うことを聞かない可能性はあるけど、力がないと意味ないものね。ふふふ。よかったわね、アリスちゃん。あなた専用のペットが4体も増えるわよ。大切に扱ってあげてね。おっと、これは予想外な展開だわ。ごめん、みんな。ちょっとまずい状況かも。